クリエイトボーイのフリフリトーク。こんにちは、クリエイトボーイでーす。いや、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、本日は日向坂46さんの、2期生の楽曲ですね、はい、君しか勝たんの、カップリングに入っております。世界にはサンキューが溢れているよ。クリフリトークしていきたいと思います。この振り付けのポイント、特に、こんなイメージで作りましたよっていうのがあるんですけれども、うん、日向坂 46× クリエイトボーイ×コテキタイ×サーカス×スチームパンク×ラブ、以上となっております。ちょいちょい出てくるワードが多分、今とりあえず出してみた、はい、ではまずゼロサビからいきたいんですけれども、ちょっと何かコメントあればくださいな。ミュージックビデオなんですけど、ベッベレレレ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 うーんうーんっていう感じですよ。であのミュージックビデオがこう日向坂のメンバーがこういろんな街に行って催し物をして、この街にこう元気を与えたりとか、こうハッピーを伝えに行くこうキャラバン隊みたいなイメージなので、日向坂来たよ、私たち来たよ、来たよっていう、その訪れをこう知らせるファンファーレみたいなイメージで作っております。なるほどね。お豆腐屋さんじゃない。お豆腐屋さんではない。派手な派手なお豆腐。それではラーメンラーメン。そのままゼロサビの中に Thank you my life、 Thank you motherThank you, father. Thank you, family. Thank you, the earth. Thank you, friend. Thank you, lovers. Thank you, everybody. ここの振りに関してどういうイメージがございますでしょうか。ありがとう。ありがとう。届けたい。ありがとう。届けたい。いけ。ありがとう。届けたい。いけ。右手も左手も。ありがとうを届けたい。いけ。いろんなところに飛ばしたんですよ、うん、なぜならば Thank you が溢れているから。はい、というわけでございます。はい、はい、なぜならばね。フリーズすんなよ。タイトルね。1位に入っていきたいと思います。はい、中に聞こえる地球の声は。難しいんですよ、歌うのこれ。ふわりはね、めちゃくちゃ難しいんだよ、ね、メンバーもめちゃめちゃ練習してたしてるしてた。ミュージックビデオでもね、ここダンスがしっかり映ってるところなんですけど、うん、これがスチームパンクの世界をイメージしております。コテキタイが街の工場で幸せを製造してますみたいな、幸せ製造機みたいなイメージをして振り付けしました。真ん中の小坂さん以外は全部ペアでシンメの振り付けになってるんですけど、あの撮り方とか振り付けがもう全部全員違うので、ぜひちょっと一人一人を注目してみても面白いし、こう全体で見てもあの面白いです。あのライブバージョンでも少し変えて、あのお届けするので、ぜひ聴いてみてください。おかしょ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 みたいな雰囲気でございます、はい、そこでガションガションガションってなりましたからの縦一列になって、こうやってこうドゥンチャッ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 、ここもね、なんかこうコテキタイのようになんか楽器とかなんか旗とか、まあいろいろその人それぞれのなんかイメージはあるんですけれども、なんかそういうものを持ってなんかシャキンシャキンシャキンというのがフォーメーションダンスを見せる絵になったかなと思って、ああいう形になっておりますよ、はい。1B に行きます。誰を愛してるのか、誰を大切に思うのか、幸せで、もう一回繰り返しているんですが、これ、まあ、歌詞が問いかけの詩になっているので、こう誰を愛しているのか、この気持ちはどれなんだろうっていうような、お互い問いかけ合うようなイメージの振り付けになっております。歌いのメンバーもね、前に向いて皆さんに向かってそれを問いかけてるっ
ていう振り付けになっております。はい、ぜひ答えてみてください。じゃあ1サビに行きたいと思います。1サビはそう、常にフォーメーションが動いてることによってなんかその小手鍛えらしさといいますか、うん、なんかそういうだずっと足踏みしてなんか常にこう進んでいくようなイメージみたいなのがベースにありまして、で手振りはちょっときちっとした手振りになっているんですけれども、うん、一つ一つポイントを見ると歌詞をしっかり捉えております。僕自然に口を、はい、お口ができましたね。はい、そしたらついて出る、ポイン、ついて 出ました。はい、ひとりごとのようにというわけで、これはひとりごとにしては大きいですね。目と向かってあげない。はい、というわけでね、こうあなたとねこう目を合わせているんですけども、ちょっと無理で、胸のこれね横とか斜めとか上にやってますけども、なんか気持ちがありまして、その気持ちをちょっと今はっていう感じでね押し込めております。いかがでしたでしょうか。その後のふとした時にっていうところが、そのフォーメーションでこうやって入れ替わるんだけど、こうその先にポンってこう小坂さんがこうやって出てくるじゃん、あれはね、瞬きをしていたらいつの間にか小坂さんが出てきているっていうことで、ふとした時にを表現したいと思いますね。日向坂46、今ねメンバーの人数がちょっと増えてきていて、なかなか横位置になるのとがっつり踊れないので、うん、ちょっとね、タイトになっちゃうんだけども、はい、9人なので、うん、もうザッドーン見て皆さんの顔がねしっかり見えるように前面でやっておりますよー。ペレレレレレというわけで、ここも最初のファンファーレの音に寄せた振り付けが最後にしまって入ってくるみたいな動きになっております。2A に入るんですけれども、思い出にしようなんて、瞳の中に閉じ込めようなんて、というわけでね、歌ってる子が、何だと思いますか？まつげ！まつげ！まつげ！まつげでございます。はい。で、その歌割りの後ろにいる子たちがね、まぶたまつげを巻き込んでまぶたということね。はい。瞳の中にね。瞳の中にね。かわいい。はい、そんな感じでございます。はい。想像してください。白目向いてんだけどめっちゃここね後ろでちょっとファイティングポーズがあるんですけれども、はい、このファイティングポーズはどんなイメージでしょうか。でここは、それぞれペアになってファイティングポーズをしてるんですけど、ファイティングしたらどんなポーズ取るって言ったら、いろんなポーズみんな取ってくれて、で結構意外で面白かったのが、小坂さんと二部さんペアで、二部さんがこう殴ろうとしてるんですけど、それを手で取って小坂さんっていう今この絵面が面白くて、あ、いいねいいねってキャラになってる。もしかしたらね、なんかライブごとにそのポーズね、変わっても面白いかなって楽しみにしてる箇所ですね。はい、まあ想像しさをね、こうちょっとそういうので表してます。で、歌割りの子たちがね、こうやってグリングル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 リンってやって、あそこは魔法をかけてるんですよ。魔法をかけて、魔法をかけて、魔法をかけて、魔法をかけちゃったってやったら、後ろの子たちが、ハッピーみたいな。喧嘩を仲直りさせるから、魔法をかけて、ハッピーにね。いいでしょう。はい、ありがとうございます。はい2B なんですけれども、何を見つけたのかで、歌わりの3人がさ、こう肩をポンって叩くと、そうすると何が見えたの？ハート！はい、ラブ。何を得ることができたのかい？花！はい、お花はね、なんかいろんな意味があるじゃない、花言葉でもね。その人が何を摘み取ったかによって、意味が変わります。深いその後、みんなの方向をぴょん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 って指さしてるんですけれども、次は何を見つけちゃいましょうかねみたいな感じの振り付けでございますよ。2サビに行きたいと思うんですけれども、2サビのこの振り付け、最初に話していた日向ブルブルブルかけるなんとかかけるなんとかかけるなんとかかけるお祭りお祭り、そんなの出てきてない
お祭りあったっけか、あったっけか。ミュージックビデオだと何の花畑になって、あれ可愛かったね。可愛かった。見た目以上に大変だった。そうだね、やっぱ足場がすごい安定してなくて、あそこに行くにもね、結構迷路みたいになってて、入れるところと入れないところがあって、メンバー頑張ってくれてね、すごい素敵な演出になってますね。ちなみにここの振り付けのポイントとしましては、16ビートを常に刻んでいるっていうことですね。なんか16ビートっていうのは一拍の中って1、2、3、4、でも16ビートになるとそれが倍速なので、1、2の中にえん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 ってこう全部こう細かく刻んでいる音なんですけれども、こうハッピーさを一番出せる動きなんじゃないかなと思いまして、常にバウンバインバインバインしております。もう基本的には楽しくハッピーに気持ちよく踊ってもらえるようにしていましたが、なかなかこれは難しい。難しいですね。特に、難しかったポイントで言いますと、ミュージックビデオには全く映ってないんですけど。めっちゃ練習したい。めちゃめちゃ練習したけどね。残念ながら何の話だった。終わり、がっつり隠れる。まあ、ライブでぜひチェックしてみてください。はい、続きまして D メロに入っていくんですけれども、 D メロなんかポイントがあったら教えてください。はい、歌割りがポン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 ってこう目まぐるしく変わっていくのに合わせて、この歌ってないメンバーがそれに合わせた背景をポン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 って作っていっています。はじめは小坂さんがさりげない言葉の風になってって言ってるので、周りのみんな風になって一緒に揺れたりしてます。はい、その後すぐ金村さんと美穂さんの歌割りになるんですけど、いいことばかりじゃないこの森にさえ、なのでみんなが森のオブジェを作ったりしてます。はい、川田さんと丹生さんの歌割りの木漏れ日の時にはみんなで風がゆさい先生木漏れ日を作ったりとか、本当に箇所箇所で風景が変わったりしてるので、ライブバージョンでしか見れないフォーメーションになってるので、歌ってない人もぜひ注目してみてほしいポイントになっております。木漏れってかいっぱい落ちサビは、横一列になってこのファンファーレを吹いて、でその後いうふうにこう指を指してるんですが、これはまずこの場所が草原にこう横一列でみんな当たって、その地平線の奥をみんなでこう指を指してる、そういうイメージを持っております。なのでライブの時もこうメンバーが横一になって最後落ちサビ歌ってる時は、その背景をイメージして見ていただけたら嬉しいですで、ここで MV の話になるんですけど、このシーンがメリーゴーランドのシーンになってて、でここが撮影としては一番最後の撮影だったんですよ。最後みんながこう小坂さんに集まってこう寄ってきて走り抜けていくってシーンなんですけど、なんかそこの表情っていうのがすごい、みんなの普段の表情の自然な笑顔の感じが、みんなの中の良さとか雰囲気が出ててすごいいいなって思ったので、ぜひそこも注目して見てみてください。俺も乗りたいあれ結構ね、メリーゴーランドメリーゴーランド早い、早かったちょっぱやメリーゴーランドでした続きまして3サビです。3サビはですね、ミュージックビデオがね、夜のセットになってますので、なんかここでミュージックビデオの思い出話でも聞けたらと思うんですけれども、セットがとにかく可愛かったですね。可愛かったですね。もう到着した時にちょっとテンション上がってワクワクしちゃうような感じ で、あの足長さんだったり、力持ちのおじさんだったり、100トン持ち上げちゃうぐらい、美穂さんもちょっとコツを教わって持ち上げてたんですけど、すごいもう世界観がもうしっかり作られていて、最後のね、夜のシーンもすごい煙を焚いて、本当にこう、これから本番のサーカスが始まるかのような、雰囲気の中で、みんなそれぞれすごい生き生きとパフォーマンスしてくれてたと思います。はい、それでは E メロに入っていきたいと思います。E メロとはっていうぐらい、なんか曲構成の中では結構珍しい歌い分けになってるんですけれども、はい、そこでまたちょっとね、人パフォーマンス入っていきますので、はい、そこの見どころありましたら、はい、教えてください。まあ、今までは結構鼓笛隊の役割として、日向坂のメンバーが町へ届けに行って、こう、パキパキチャキチャキ動いて元気を与えるっていうようなイメージの振り付けなんですけど、最後のこのシーンでは個人個人なんかそれぞれのこう大切な人にこうありがとう届けてあげたいっていうイメージで、少しこうジャズィーな振り付けでより気持ちを込めやすいような
振り付けにここで一気に転換しております。その4ブロックに歌ありが書いてるので、それぞれ4ブロックごとにそれぞれ の振り付けがあるので、このライブパフォーマンスでぜひ皆さんのこのありがとうの舞を見ていただけたらと思います。ありがとうの舞個人ショットがあったりしたと思うんですけど、うん、そこで今回松田さんと濱岸さんがちょっとバレエを披露してるんですね。もともとバレエ習ってたので、うん、この振り付けをメンバーと一緒に考えながら、じゃあひよとなったらこういうの得意とか、ももちゃんだったらじゃあジャンプ得意かなとか相談しながらやって、うん、でそこがカショカショで可愛い絵があるので、そのシーンもなんかメンバーも一緒に作ったんだよっていうのを思いながら見ていただけたら嬉しいです。本当にスキル持ってるのでありがたく相談させていただいております。でラストはね、今回はこんなポーズで締めておりますよ。 Thank you everyday。 はい、というわけで最後はラブで締めちゃいますよ。ラブ、どうですか、毎日ありがとうと伝えてますか？ぜひこの曲を聴いてありがとうを伝えていきましょう。何ですかこの NHK の教育番組みたいな終わり方。そんな、世界にはサンキューが溢れているサビだけでもぜひ踊ってみませんかというわけで、こちらじゃじゃん。はい、というわけでサビレクをね、最近はちょっと頑張ってめちゃくちゃ早く出したす。ざわついたりするサビレク早っ。そう、なんかやっぱさ、うん、やりたいじゃん、一緒に一緒にやりたいから、うん、サビだけでもぜひぜひ踊ってみてください。本日のフリフリトークは、日向坂46さんの、世界にはサンキューが溢れているでした。 Thank you! Thank you!